ステージライフをご覧の皆様、伊沢清介です。内容はですね、もし天草四郎が海賊だったらみたいな、ざっくりと言えばそういう感じなんですけども、まあフィクションで面白い、なんか現代と過去がこう入り組んでこう面白い感じになってると思うんですけど、見どころとしてはですね、それぞれ、まあ、天草四郎だけじゃなくて、それぞれのキャラクターがどんな思いで海賊をやっていて、どんな気持ちでその過去を馳せたのかというか、そういうイメージをこう、まあ、何回見てもそのキャラクターにリンクしていただければ面白く見えるんじゃないかなっていう作品になってると思います。そうですね、僕はオランダ人とのハーフの、鉄砲という役なんですけども、銃の名手で、喧嘩っ早くて、そしてクールなんですけども熱くなりやすい一面もある、そんな粋な男の役です。はい、一生懸命他のキャラクターを見たりとかして、まあ、それに対して過去こういう設定とかっていうのを、まあ、なるべく早く見つけて、芝居場でその役者陣たちとリンクさせていければ面白い作品になるっていうのはいつも思っていることなので、まあ、割とコミュニケーションを取ったりとか、そのキャラクターで芝居場以外のところで遊んだりとかしながら、なるべく早くこの関係性を見つけれるように努力しているのが自分の中で一番念頭においてやっていることではありますね。はい、まだこう言うほどやってないので何とも言えないんですけども、まあ、やっぱり海賊の和気あいあいとしたシーンと、その戦闘時に見せる熱さとかかっこよさとかっていうののこうギャップだったりとかっていうのがやっぱり見せたいところの一つではあるので、そこに注目して見てもらえれば面白いかなと思います。まあ、特に思い入れの強い一つのセリフっていうのはないんですけども、やっぱり先ほども言ったようにクールですけど熱い一面もある役柄なので、一つ一つにやっぱりなんか意味を持たせながら気持ち入れてやっていければいいかなって思ってます。稽古場での共通の話題というか、まあそれぞれ多分違うと思うんですけども、女郎役の黒藤祐樹さんという役者の方がいてですね、まあ、その方は黒人役なんですけど、まあ、名前は黒藤っていうんですけど、白藤って言われるぐらい白いんですよ。それで黒人役大丈夫かって、ドラ塗るんかどうなんかみたいな話をしてる中で、焼きナッツなんで焼く話になって肌を、で稽古場の上に屋上にテラスというか、まあ、広くなってるところがあるんで、まあ、そこでまあ、稽古なんかない日とか休憩してる時なんかは日焼けでもしようかなという話題を今話してますね。レジャーシート持ってきてやってます。はい、そうですね、毎日毎日一日一日新しい波だと思ってるので、どんなことが起こるのか、どんなアドベンチャーが待ってるのか、一日一日楽しみに生きてます。はい、ヌーベルバーグ、とても感動し熱くなれる作品だと思うので、皆さんぜひ、劇場に足を運んでください。黒藤祐樹も出ています。